はい、えー、ナマステ。はい、このビデオは TTC の第3週プレゼンテーションソフトの第4番目のビデオになりますね。えー、このビデオでは学習者に Google スライドを共有する方法についてお話しします。はい、えー、学習者とスライドを共有するにはその目的に合わせて3つの、えー、共有の方法があります。まず最初は説明や練習のためのスライドのことですね。えー、これは、えー、 このファイルですね。あの、Google スライドのファイルのところから、Publish to the Web に行きます。そしてこの URL を、えー、Ctrl プラス C でコピーしますね。で、そしてこのリンクを、WhatsApp とか、Slack とか、そういう学生と、あのー、学生とのオンラインコミュニティにペーストすると共有することができます。えー、この方法の一番大きな特徴は、 学習者、学生は編集することができないということですね。先生だけが編集することができます。はい。ではその次に学習者が共同発表するためのスライドの共有方法をご紹介します。これは共同発表するんですから、学習者が自分で編集しなければいけませんね。はい。そのためには、まずこの、えー、画面の右上のシェアのボタンを押します。はい。そうするとですね、こういう画面が出てきます。 で、えっ、ー、と、あの、メールアドレスを使って、ここにですね、一人一人、えー、メールアドレスを入れて、あの、共有することもできますが、それが面倒くさいときは、こちらのリンクをね、使うといいです。Change to anyone with the link。えー、これを、えー、カチッとクリックしますね。で、その後で、えー、あの共同発表ですよね。つまり、学習者が自分で編集できなければいけませんから、えー、最初はですね、ビューアーになっていますから、これをエディターにします。 エディターにして、この、えー、リンクを共有したら、みんなで一つのスライドを編集することができるようになります。はい。えー、これ、例としてはですね。はい、えー。こういう使い方の例としては、えー、ショーテルというのがあります。一人だけ発表するときは別にいらないんですけど、二人とか三人とか四人とかね、みんなで順番にショーテルをするときには、Google スライド、一枚の一つの Google スライドに、 例えば傘の写真とか、あるいは次の人が人形について発表するんだったら、その人形の写真を入れたりとかですね。えー、そういうふうにする必要があります。その場合は、えー、みんなで編集する、えー。今の、あの、先ほどご紹介したみんなで、えー、編集する。そういう、あの、えー、共有方法がいいですね。はい。では最後、3番目がテンプレートの共有方法です。えっ、ー、と、これはですね、さっきと同じように、あの、共有からこのリンクを コピーするんですね。で、だけど、その、そこの最後のエディットの部分を、コピーに変えるんです。これだけで、えっ、ー、と、あの、テンプレートを、えー、共有することができます。はい。一人一人がコピーを作って、えー、あの、プレゼンテーションを作るわけですね。その一つの例として、本の紹介のテンプレートをご紹介したいと思います。えー、こ、さっきの、リンクを開くと、こういうふうにコピードキュメントという、えー、画面が出ますから、 この青い字の make a copy これをクリックしますね。で、そうすると、例えばこの1枚目のスライドで学習者が自分の名前をここに入れます。そして2番目のスライドでは表紙の写真をここにペーストします。そして3番目のスライドでは本のタイトルをここに記入すると。こういう感じでテンプレートを共有すると学習者が 自分で、えー、あのー、自分のね、例えばこの場合は自分の本について、えー、発表するあのー、Google スライドを作ることができるようになるわけですね。はい、えーま、もう一回最後にまとめると、学習者の共有方法はその目的によって、こういう三つの、えー、共有方法があります。最初は編集ができない、えー、説明や練習のためのスライド。二番目はみんなで編集するための、えー、共有方法。 そして3番目はテンプレートを共有する。こういう方法でしたね。はい。えー、このビデオはここまでになります、えー。次のビデオでは和風なテンプレート。日本っぽい、えー、テンプレートについてご紹介してみたいと思います。はい。フィルミレンゲー。